フランシスコでウジョアは、スペインの探検家。1539年に、カリフォルニア湾を探検し、カリフォルニアが島ではなく半島であることを、初めて確認したことで知られる。生は、ウジョア、ウヨアとも。1539年のウジョアの航路、カリフォルニア湾探検以前のウジョアの前半生についてはほとんど不明であり、いつヌエバエスパーニャに渡ったかも分かっていない。 ウジョアは、スペインの海軍中佐であり、エルナン・コルテスと同時かまたは、コルテスのすぐ後に、メキシコに渡った。初期の文献のいくつかによれば、1520年の、コルテスによる、テノチティトラン征服を助けるために、テスコ,ココに海軍を出動させたという。コルテスの命令によって、ウジョアは、メキシコ北部海岸を調査することになった。おそらくコルテスは、ウジョアに、 アニアン海峡やシボラの噂を調査するように頼んだらしい。ウジョアはトリニダード号、サンタ・アグエダ号、サントマス号の3隻の船によって1539年7月8日にアカプルコを出港した。しかし間もなく3隻の内サントマス号が遭難した。ウジョアは残る2隻を修理のために停泊させ、9月12日に航海を再開した。航海開始から6ヶ月後に、 カリフォルニア湾に到達し、そこをコルテスの海と名付けた。ウジョアはカリフォルニア湾内を海岸線に沿って航行し、湾の奥のコロラド川の河口に至って、そこからバハカリフォルニア半島の海岸に沿って南下した。これによってウジョアは最初にカリフォルニアが島でなく半島であることを確認した西洋人になった。そこからさらに、 バハカリフォルニア半島の西岸を北上して、北緯28度のセドロス島に至った。そこで、ウジョアは、彼の初期であるフランシスコ・プレシアードを乗せたサンタ、アグエダ号を引き返させた。その後ウジョアの乗った、トリニダード号がどうなったかは分かっていない。さらに北上したが行方不明になったとも、メキシコに戻ったがその後に船員に殺されたとも言う。ベルナル・ディアスデル・カスティリオによると、 ウジョアは、メキシコに帰る望みがなくなったと思った船員に、刺されて1540年に死んだという。無事に帰り着いた初期は、ウジョアの公開記録を残した。北緯28度以北の探検は、フアン・ロドリゲス・カブリリオによって継続された。また、エルナンド・デ・ア・ラルコンは、ウジョアの公開記録に基づいて1540年に、コロラド側を速攻した。 公開記録は1556年にイタリア語に翻訳されて出版された。英語訳は1803年に出版された。ありがとうございます。